借りた城を販売しています。志願者、倍率などはすべてまとめていますので、ぜひコメントのリンクから見てくださいね。こんにちは、川ポンです。今日は2023年度法政大学の一番受かりやすい学科の検証をします。倍率と偏差値の一部のデータに基づいた検証になりますので、参考程度にしてください。それでは、法政大学で直近の3年間の平均倍率が 4.5 倍以下のところのご紹介をします。こちらです。全部で12の学科が該当します。上が市ヶ谷キャンパス、下が多摩キャンパスになります。平均倍率が4倍を切っているところは赤色にしています。人気の市ヶ谷キャンパスでも4倍を切っているところはそれなりにありました。それではこれに偏差値を加えてみましょう。じゃん、こちらです。真剣模試の最新の偏差値になります。66以下のところは赤色にしています。多摩キャンパスが多くなっていますね。これらを総合して受かりやすそうなところを選ぶと次のようになります。黄色いところが総合的に見て受かりやすいところと言えそうですね。ここから一番受かりやすいところを選ぼうと思うのですが、キャンパスの場所を考慮して多摩の3つの学部から選ぶことにします。ただ市ヶ谷キャンパスの文学部の地理学科もかなり受かりやすい状況だと思います。そこで先ほどの多摩キャンパスの3つの学部についてはもう一つ情報を追加しました。合格最低点になります。実はこの3つの学科の試験日程は同じで、試験内容も同じになります。得点調整された後の合格最低得点率は公表されています。直近の3年間のデータになります。現代福祉学部の福祉コミュニティ学科が2020年度と2022年度の2回にわたり合格最低点を出しています。それではこれらの平均倍率、偏差値、合格最低点の3つを考慮して法政大学の一番受かりやすいところを発表します。じゃじゃん、現代福祉学部の福祉コミュニティ学科です。おそらくここが一番受かりやすいと思います。間違ってたらごめんなさい。では皆様、今日は以上になります。ありがとうございました。